えー、今日ですね、クォーターワンが終わりましたっていう報告です。いかに睡眠の質を上げられるかっていうのをですね、あの、自分で試して。Hello everyone! 留学パパです。はい、えー、新型コロナウイルスの影響で、えー、学校の授業が対面からオンライン授業になったり、それから学期制度もね、変更になったりっていう話は以前からしてきました。えー、カナダに高校留学中の娘のエリンの高校でも、 本来は1年間を通して同じ科目を学んでいくリニア性から、えー、1年間を4つに分けて少しずつね科目を短期間で終わらせていくクォーター制っていうのにね変更になっていたんですけれども、えー、その第1学期目が終了して成績表も届きました、えー、昨年の成績はね皆さんに公表したんですけども今回も公表した方がいいですかね あの、僕は親としてエリンには、こう、ずっと伝えてきたことがあるんですけども、それは、結果は別にどっちでもいいんですけれども、そのためにどんな努力をしたか、つまり、プロセスが大事だよっていう話をしてきました。なので、彼女の成績がいいか悪いかっていうことよりも、えー、この動画をご覧いただいている皆さんには、高校留学ではどんな努力が大事なのかっていうのを知ってもらいたいと思っています。 そしてその努力は場合によってはこんな結果につながるよっていうイメージをつかんでほしいので、えー、エリンのね実際の成績表も公開しています、えー。ということでね、エリンのその成績の結果をお伝えする前に最初の楽器でエリンがどんな感じで頑張ったのかっていうプロセスを本人から話してもらいたいと思います。えー、今楽器のメインであった心理学、サイコロジーのクラスに対するエリンの取り組みをご覧ください。 はい、皆さん、こんにちは。娘のエリンです。えー、今日ですね、クォーター1が終わりましたっていう報告です。えー、このクォーターでですね、私は、えー、心理学、そして裁縫のクラス、ベイキングのクラス、3つのクラスを取っていました。えー、まずですね、心理学についてなんですけど、心理学のクラスではね、たくさんパワーポイントを作りました。まあ、見た目もそうなんですけど、見た目よりかは、こう、私が何を学んだかっていう、 あの、内容の方をちゃんと書けるように心がけて、えー、課題提出をしました。えー、毎週のようにですね、パワーポイントを作っていたので、その中でね、何個かお見せしたいなって思います。例えばですね、こんな感じで、えー、統合失調症についてね、えー、調べてまとめたり、 あとは、今まで科学者、まあ心理学者の方がね、えー、調査してきたものを、えー、自分の生活の中ではどんなところでね、行われてるか、えー、まあ役に立ってるかっていうのをね、えー、学んで自分の経験を書いたり、あとは、これはですね、2、3週間かな、いかに睡眠の質を上げられるかっていうのをですね、あの、自分で試して、あの、何日間は、 いい睡眠が取れたとか、どうしたらいい睡眠が取れるかの、取れるのかっていうのをね、調べたり、えー、しました。あと、まあ、新しい知識をね、こんな感じで学んで、自分の質問とか疑問があればそれについてね、調べて、パワーポイントに、えー、まあ、飛べたりしました。 えー、こんな感じでですね、心理学っていう分野、まあ、人がする振る舞い方だったり、あとはボディーラングエッジ、こんな感じでね、手をやったりするようなボディーラングエッジだったり、あとは、色が与える印象だったり、あとはですね、まあ、心理学者が今までこう実験してきたものの歴史だったり、そういうまあ、幅広い範囲でね、たくさんのことを先生が 2,、えー、2ヶ月の半の中でね、教えてくださいました。 なのでね、自分の中では、あの、本当に心理学っていう、まあ、新しい分野のことも学べたし、心理学ってこんなに自分の生活と関係してるんだっていうのをね、まあ、気づけたので、すごく私にとっては大好きなクラスでした。 でも、ちょっと一つあれだなぁと思うことがあって、あのー、本来こう一年で、あの、学ぶ内容のものを、こう二ヶ月半にね、こうまとめてやらないといけなかったので、まあ先生も言ってたように、内容を削ったりだったり、あとは結構浅く、うん、教えたりする部分というのがあったらしくて、自分の中ではすごい、あのー、先生のね、説明、なんか、例えの出し方だったり、先生が、 使うパワーポイントとかの,あのやり方がすごく好きだったのであのもっとなんだろう学べたらよかったなというかその先生からもっといろんなことを吸収したかったなというの思いがあったんですけど、まあ、2ヶ月半ということで,です、ね、あっという間に去ってしまいました。 はい、えー、日本の高校では教わらない心理学っていうことで、エリンもますます興味が湧いてきたようでしたね。えー、パワーポイントを使って様々な課題に対して自分の考察も含めてね、まあ割とうまくね、まとまってたんじゃないかなと思います。 で、正直、英語力についてはまだまだかなっていう感じもしたんですけれども、こう、何か学ぼうとする姿勢だったり、相手に何かを伝えようっていう強い思いは感じられる資料が作れているのかなっていうふうには思います。えー、そして、気になる成績なんですけれども、えー、こんな感じでいただきました。 はい、えー、結果としては100%の A 評価ということでね、えー、先生からも嬉しいコメントをいただけたようですね、えー。コメント欄を読んでみると、まあ、とてもね、内容の濃い創造性を持って取り組めたということ、えー、それから、この科目に対しての姿勢だとか、興味、関心の部分についても評価していただいているみたいですね。 え、先生自身もエリンと一緒に取り組めたことを嬉しく思っていただいてて、まあ、来年もね、一緒に学べたら、みたいなね、ありがたい言葉もいただけました。はい、えー、皆さんはね、どう感じたでしょうか あの、確かに100点の A 評価っていう結果は、まあ素晴らしいね、えー、いいことだと思うんですけれども、僕はそのことよりも、エリンがどんな努力をして、そこに対する姿勢やね、取り組みを先生方がこう、どう評価してくださったか、みたいな、そういうことの方が大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。 えー、そして、エリンのコメントにもあったように、自分自身が結局何を学んで、えー、それに対してどう感じたかっていうのが一番大切なことなんだろうと思います。えー、なのでね、この結果を学校から僕がいただいた時に、エリンに LINE のメッセージを送ったんですね。あの、どんな感じのメッセージかっていうと、自己評価はどうだったと、えー。納得できてるかなとで。エリンにとってその学びがあったっていうことがね、一番だっていうことをまあ伝えました。 えー、皆さんにもね、何かこの意味が伝わりますかね高校留学を考えてる人には特に知ってほしいんですけれどもね。あの、留学したら頑張りますっていう感じじゃないんですね。あの、留学しててもしてなくても関係なくて、 今できること、今目の前でやってることの意味とか価値をしっかり感じながら、結果がどうであれ、納得できる毎日を過ごしてほしいなっていうふうに思います。で、それが結局高校留学してからも、必ず、えー、繋がってるし、生きてきます。えー、ぜひね、あの、頑張って日々のことをね、楽しんでやっていきましょう。この動画がいいなって思った人は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。 えー、そして、LINE アットに登録すると、高校留学についての様々な疑問や悩みを直接留学パパに相談できます。えー、ぜひね、気軽にメッセージください。えー、無料でやってますよ。えー、それでは次回も楽しみにしててください。See you next time!